さて、どうするかね。始めるぞ。はあ？お前らここで何してんの？なんだ貴様らか。何って。ああそうそう。あんたたちが昔言ってたバイトってやつ？そんな近所のお店でちょっとみたいな言い方。ま、そういうわけでちょっと立ちふさがらせてもらうわ。立ちふさがるぞ。サクッといくぜ。バッチリ決めるわよ。さすがだな。勝利だね。さらばだ。ゴシップギャザー！
発動。何の用だ？始めるぞ。またお前らかよ。そういえばラムーは一緒じゃないんだね。おい、ラムーの名前を気軽に出すな。そうよ、地獄耳なんだから。名前なんて呼んだら気が疲れちゃうじゃない。イフリート、あんたもラムって言っちゃダメじゃない。聞こえたぞ。むしろネブラを抜け出して何をやっておる？いや、まあ、あれな、その退屈の娘だな。ほら、ランとレンの修行に付き合ってあげてるのよ。あ、そうじゃとも、二人のためにだな。若者ども、わしらがネブラにおったのには理由があったろうが。知ってるわよ、あたしら炎氷雷で張る属性結界でしょ。しかし少し愚か者、すでにその少しで二人の犠牲者が出たわ。は？もしかして誰か出てきたの？どいつが抜けたかわかるか？イフリートにしも、それぞれ貴様らの反対のせいであった。ならばあの女か。あの男？めんどくさいやつが来ちゃった。ねえ、二人の犠牲ってまさか人なの？そうなるだろう。人に呼ばれぬ時、この世界に我らが来る上等手段だ。簡単に言うと、召喚の儀式なしにこっちに来るには、人の体の中の魔力を扉にするの。扉にされちゃった人間は、まあ運が悪いわよね。はあ？ネブラの穴は境界が薄い場所じゃ。故に昔の女王に頼まれ、わしらが結界を張っておったというのに。この二人がサボったと。で、犠牲者が？うしょ、悪かったわよ。それで済むか、バカ者ども。まとめると、この二人と違うイフリートとシバがこっちに来たってことよね。二人の知り合いのようじゃし、結界が緩む隙を狙っていたのかもしれんな。ま、ミラージュだってんなら俺らに任せておけって。見つけたらちょっとぶっ飛ばしてやる。そうね、あなたたちはネブラに戻って結界を見守ってて。ならばこの場にはこれまでと変わりなく修行ができるよう、
我らの幻影を置いてゆこう。それでよいな。はじめからそうするつもりだったら。はーい。じゃあね、ラン、レン。まったく、手のかかるやつらじゃ。女性のイフリートと男性のシヴァね。また探すミラージュが増えちまったってことだな。始めるぞ。さあ、ガンガン行くとすっか。さっさと終わらせましょう。時は来た！な、何事？え？ああ、いえ、そんな気がしただけです。二人とも、とっても頑張ったので、あいつらとの決戦も近いかな、なんて。そうだね、そろそろアウィン姉さんや召喚士のみんなに声をかけてみようか。いよいよか。おっしゃ、気合入ってきたぜ。ではでは、作戦開始しますか。え、ああ、では世界救出作戦開始。あ、ツインエスや召喚士たちへの連絡は任せてくださいな。よっしゃ、始めようぜ姉ちゃん。うん。ヴォルテマゲートか。何をするつもりだ。おい。ん？え？何のつもりだ。はっ、あ、もらった。セイバーどもか。どうやってここまで来たかわからぬが、一体何のつもりだ。オルテマゲートへ向かい、セイバーどもが何かをしているようだ。今さら何をするつもりだというのか。止められませんでしたね。私たちの目的はクリエイターの魂の解放よ。アルテマゲートはあの二人に任せましょう。はい。
時間かかりそうだな。全部のマシンを一度に逆召喚するんだから仕方ないと思う。まあな。なんだそれは。まさか。やめろ父さん。貴様、この体の主を思い出したのか。邪魔をするな。ごめん父さん、いつもいつも言うこと聞かないで反発ばっかするバカの息子で。でもバカだから、バカだから最後まで父さんの邪魔をする。ごめんなさい母さん。私ね、母さんみたいになりたかったんだ。ミラージュから世界中の人を守って、みんなから感謝されて。でもいつも忙しくて大変そうだったでしょ。だから私、ラーンとミラージュを集めたの。私が少しでも母さんの代わりをしようって。でもそのせいで母さんの力は弱まって、世界の均衡も崩れていって。でもそれでも私が強くなれば、母さんみたいになれば、母さんはきっとゆっくりできて幸せになるんだって思って。バカだったよね。でもね、私まだまだバカみたい。バカのまんまだから母さんと戦う。Let's go.